2021年2月、竜型潜水艦が民間の商船との衝突事故が起きてしまった。竜型潜水艦が浮上中、商船に衝突してしまった。今原因究明中だが、船舵の右舷側が激しく損傷してしまった。竜型潜水艦で一番艦の双竜潜水艦とみられる。スターリングエンジン搭載初の潜水艦として注目を浴びた潜水艦だ。このスターリングエンジン搭載によって静粛性では世界トップへと上り詰めた。では、今回、このスターリングエンジンに注目していきたいと考えています。元に戻れば嬉しいけど。2020年3月に海上自衛隊には竜型11番艦となる双竜が就役を迎え、同艦が採用した実用の潜水艦で初となる。リチウムイオン蓄電池搭載は大きな話題を呼んだ。以後続く12番艦の東竜、前級である双竜型をさらにブラッシュアップした新型の太平洋型にも、この方式は受け継がれ、しばらくは海上自衛隊のスタンダードな方式になるだろう。こうしたリチウムイオン蓄電池の高性能化で通常動力型潜水艦の新たな領域に踏み込んだ間のある双竜以降の艦たちだが、メカニカル的にはそれ以前の方式も非常に精緻なものだった。今では双竜以降の影に隠れてしまった双竜型1番艦のネームシップから10番艦双竜までの動力源、非待機依存推進について若干の振り返りをしてみたいと思う。まず1番艦双竜は2009年3月の就役であり、同形式の10番艦双竜は2019年3月の就役とおよそ10年間で毎年1隻ずつが建造されたのが、この形式の艦で合計10隻となる。さらに遡れば、竜型の前級である親潮型までは、鉛製の蓄電池とモーター、ディーゼル機関という第一次世界大戦時から続く通常動力型潜水艦のパッケージをそのまま続けていた。海上自衛隊内では、まず、昭和37年度より燃料電池を用いた。非待機依存推進方式の実用化が研究されていたというが、当時の技術力では安定性や安全性に難があり、別の方法を模索した。そこで素事業に挙げられたのが、スターリング機関を用いた。非待機依存推進方式であり、こちらの研究を昭和61年度から本格化、先行して実用化していたスウェーデンコックムス社に目をつけた。スウェーデンのコックムス社は1988年には熱研究潜水艦にスターリング機関搭載艦を実用化しており、さらに1992年には、ゴトランド級にも 4V275RMK2 と呼称される新型を開発、量産化していた。海上自衛隊では、このゴトランド級に搭載されたスターリング機関 4V275RMK2 を入手し、オリジナルの液体酸素タンクとのマッチングをテスト、双竜型の
非待機依存推進方式として導入を決めた。実際の双流型の非待機依存推進方式はスウェーデン。コックムス社の 4V275RMK3 をライセンス生産したものとなり、ドイツの209型や214型の燃料電池方式とは別の方向性を追求したものだ。いずれにせよ、水中排水量は熱圏級が約1150トン、ゴトランド級が約1500トンであるのに比して、日本の双流型では約4200トンと、はるかかに巨大であり、通常動力型として世界最大規模である。そう、流型の 4V275RMK3 のライセンス生産は、同艦の重きである。ディーゼル機関を製造している川崎重工業によって実施され、同艦には、これを4機搭載することで、水中での動力源の確保を実現した。そう、流型は、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートルの大きさを誇り、水上を13ノット、水中を20ノットの、速力で航行できる能力があると、カタログ上の数値では謳われている。こうした仕様を、そう、流型では、鉛製の蓄電池とモーター、スターリング機関とディーゼル機関の3種類の動力源によって実現したわけだが、これがメリットばかりかといえば、そうとも言えない。最も大きな問題点としては、スターリング機関は、その設備の大きさに比して、極めて限定的な出力しか得ることができず、原理的には高効率と、言われながらも、現在実用化されている例は、極めて少ない。スターリング機関そのものは、実に、1816年の発明とかなり、以前からあったものだが、これまでに大きく進化、発展してこなかった。理由が、その大きさに比べた低出力にあると、一見で判断できる。それでも、スウェーデンのコックムス社が、これを潜水艦用に開発したのは、ひとえに、原子力推進型に比べ、水中での稼働時間と静粛性を、確保したいとの観点から、大きさには、目をつぶってのことだと思える。実際、海上自衛隊の、そう、流型でも、スターリング機関のみを使用した、場合の水中の航行速度は、約4から5ノット程度の、極めて低速であることが、指摘されており、ゼロよりは良いとの苦心の跡が見て取れる。この後、前述のように、双流において、リチウムイオン蓄電池とモーター、ディーゼル機関の構成に、海上自衛隊も、バッテリーの仕組みを、変更したことで回帰するわけだが、今後の再復活は、あるだろうか。個人的には、今後は、リチウムイオン蓄電池の、さらなる性能向上、そして、全固体電池への変更という流れが通常動力型潜水艦の、トレンドとなり、スターリング機関は、隔絶することになると思える。しかし、全10隻とはいえ、海上自衛隊において、そう、流型がこの方式を、採用し実用化していたことは、当時の潜水艦技術の集大成の一つとして、今後も語り継がれていくのではないだろうか。